まりました、ケンマスクッキング。ね、今日やる料理はね、じゃじゃーん、卵シリーズだね。今日はもうこの卵を使って超簡単おつまみ&おやつ的な、まあご飯のおかずにもなるけどね、まあとにかくこの卵を使って超簡単半月焼きってやつやります。はい、調理スタート。よっしゃ、今日の材料説明いきますね。今日 ね、その半月焼きっていう焼き方を教えるだけなんで、でそのね2種類作りますね。でこの卵は3個に対して1つはねちょっと明太子とチーズね、であと万能ネギたくさん使ったねネギ明太焼きってやつやります。でもう1個はねちょっとこの半月焼きのなんていうかトンペ焼きの簡単なバージョンやりますね。はい、じゃあ早速やっていきますか。さあ明太子ですけどね、こちらこの切れてるタイプですね。で今日焼くんで、なんていうかな、こう気になる皮目が気になる人はこれ包丁で叩いてくださいね。で気にならないと思うんでね、僕はもう気にならないんでこのまま使っちゃいますけど、このまま使っちゃってもいいですし、このなんか皮目がこのなんかこう舌触りが気になるよっていう人は包丁で叩いてくださいね。そういう感じでやっていきます。はい、じゃあやっていきますよ。よし、じゃあね早速やっていきたいと思います。これねちょっとねちっちゃめのフライパンの方がいいよね。でそのまあこれいつも使ってるやつね、だからこれちょっとちっちゃめなんだけど、まあ大きくてもまあできるけどね、まあちょっとちっちゃめの方がちょっとやりやすいんで、今日はちっちゃいフライパンでやります。はい、はい、いきますか。じゃあねまず火をつけて、よし、さあね、じゃあね早速やっていきたいと思います。もうねもうめちゃめちゃ簡単ですからね、まあとりあえずそのねまあ油を大さじ1杯引きます。はいはい、そしたらね、とりあえず、そのね、卵をここにもう3つ、ダイレクトにこう入れちゃいます。こうね。あ、殻入っちゃった。殻はこう取ってね。はいはい。で、こんな感じでこう入れるね。はい。そしたら、もうね、すかさず、この卵をこうやってこう、ベチベチ、この、黄身のとここうね、ちょっとこう潰しちゃいます。はいはい。こんな感じね。で、このままじっくりこう焼いていくんだけど、で、ここに、もうね、ダイレクトに、今日は、こう、明太、こう、半分の方にね、こういうふうに、こう、明太なら明太入れて、で、今日は明太とろけるチーズね、こういうね、とろけるチーズなんか、こう、たっぷり入れます。はいはい。そしたら、これには、まあ、ちょっとね、こう、よいしょ、中火ぐらいに落として、はい、そしたら、ここに万能ネギね、大葉でもいいしね、万能ネギなんか、大量にこう入れるのも、こう、いい感じよ。でこんな感じでもう明太チーズ万能ネギね、はいはい、はい、こんな感じで半分にこうよけたら、はい、そしたらね今日簡単ですよ。でこの反対側ね、反対側こうやってこうちょっとこう焼けたら、これをこの反対側にこれピーンとこう半分にこういうふうに折り曲げちゃうだけでいいです。よし、はい、こんな感じで半分に折り曲げて、よいしょちょっとね。でね、この半分に折り曲げるときに、こう、ちっちゃいサイズの方がやりやすい感じなんだよね。で、こういう感じで、はい。それで、しばらくじっくり焼きます。はい、そしたら、はい。途中で、はい、パン、ひっくり返して。よいしょ。いやー、もう超簡単だけどね、これはもう、まあ、味はね、この明太子に入ってますから、明太子の塩気でこの卵を食べるっていう仕組みなんですね。で、そう、ここにもう中にこうチーズも入ってますから、こうチーズの、まあ、ちょっとした塩味もあるんで、それで、食べるって感じです。で、中にチーズが入ってるんで、少しね、チーズが溶けるぐらいの感じで、イメージでね、こういうふうに感じで、こういうふうに、ちょっと焼いていきます。よし、はい、もうしばらく焼いたら、もうね、中にチーズがもう溶けてると思うんで、もうこれで完成です。よし、そうしましたら、ね、1個完成したんで、もう1個ね、もう1個ちょっと説明すると、これね、もう豚肉ね、豚肉の、バラ肉ちゃんをこんな感じで最初にね、焼いてます。でね、豚のバラだから、まあ別にね、その油引かなくてもいいよ。このままこう焼いてます。はい。こんな感じで焼き上がったら、こうやって器に取り出しておいて、よいしょ。
はい、そしたらね、はい、改めまして油を先いっぱい入れて、はい、はい、そしたら、はい、さっきと同じね、こんな感じで、もう卵をね、この三つ葉入れて、よいしょ、はい、はい、そしたらね、もう、すかさずかと、こう、火にちょっと、こう、潰してあげます。で、少しだけこう混ぜて、はいはい、こんな感じでいいよ。はい。はい、そしたら、ちょっと火を弱めて、はい。そしたらね、今度はさっきとね、違って、今度、キャベツの千切り。ね、こんな感じでこう、ちょっと入れたら、はい。では、はい。先ほど焼いた、はい、豚肉ちゃん。はい、こんな感じでね、よっ、はい、乗っけてあげて、そしたら軽く塩コショウね、軽くね、はい、こんな感じで、はい、塩コショウして、はい、ちょっと焼いていきます、はい、よっ、そしたら半分ぐらい焼けたら、さっきと同じね、よいしょと、こう反対側をこうやってフライパン返して、こうやってこうひっくり返してあげます。よいしょ。こう。よいしょ。はい。ほんで、しばらく焼いてあげて、少しだったらこうやってひっくり返す、はい、そしたらね、これはね、もう豚肉ちゃんにはもう火が通ってるからね、あとはもうキャベツがほんの少ししんなりすればいいですから、はい、もうこれで完成です。はい、そしたらね、はい、こんな感じで、はい、2種類の半月焼きができました。はい、そしたらね、どんな感じかで断面切ってみますかね。まずこっち、こう明太チーズの方ね、はい、こんな感じでポンと切って、よいしょ、はい、こんな感じ。美味しそうだね。中にこの、はい、明太チーズがあったら入ってるよ。はい、こんな感じでね。はい、器に盛り付けて、はい。明太チーズの半月焼きの完成です。でね、まぁ、ちょっとこれは明太チーズでね、あ、もうチーズがとろっとして美味しそうだね。で、ちょろっとね、このマヨネーズなんかも添えてあげて。で、こんな感じで完成。はい。そしたら、はい、もう一つの方の、こっちはね、キャベツと豚肉入ってるよ。はい。そしたらこれパーンと割ったらどんな感じになってるかって言ったら、はい、こんな感じ。ね、肉とキャベツ入ってるよ。はい。そしたらこんな感じで、はい。ほっ。はい、こんな感じで、よっ。盛り付けてあげて。はい。そしたらね、こっちのね、キャベツと肉入ってる方は、ちょっとね、こっちはね、ソース味にしてみようかな。こんな感じで、おソースをピョーンとぶっかけてあげて、よっ。はい、そしたらマヨビームだね。マヨビームって、マヨビームして、はい。まあ、そしたら、まあ、青のりでもいいけど、今、青のりないんで、こう、色目で、こう、ちょっと万能ネギなんか、乗っけて、はい、最後の最後に、はい、かつお節。はい。はい、よし。はい、こんな感じで完成しました。はい、こちらの方は、はい、キャベツと豚肉の、はい、半月焼き。はい、こちらは、はい、チーズ明太半月焼き。はい、2種類の簡単半月焼きの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、今日の感じこんな感じだよ。こっちがね、あのね、豚とキャベツの、半月焼きね。はい、めちゃめちゃ美味しそうだね。で、こっちが、チーズと明太の半月焼きね。うわぁ、どっちも美味しそうだね。こんな感じ。2種類作りましたよ。うわぁ、美味しそうだね。こんな感じだよ。はいはい。よし、じゃあね、早速ね、これを食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。ということで、はいはい、今日はね、もうこんな感じね。はいはい、こっちが、明太チーズね。はい、はい、こっちが、はい、よいしょ、豚キャベツね。はい、いやー、どっちも美味しそうだな。じゃあね、まずね、明太チーズの方行ってみますか。
明太チーズね、はい、こんな感じだよ。中にこれね、チーズがピョーンと入ってんだよ。よし、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。もうね、これにはもう、明太がたっぷり入ってるんでね、あの明太の味でいけ、あのね、味は余計な味ついてません。じゃあいただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごい美味しいね、これね。あの明太とチーズ合うな。でこの大量のネギね、でこのなんていうか、もう中の明太はもう生なんだよね。なんだけどこうちょっと、まあ、チーズまとろっと、おいしい。このコンビネーション美味しいな。この明太子とチーズが合ってる。で、あの、なんていうのかな、あの大量のネギすごいバランスがいい。で、あの余計な味がついてないけど、明太子の味がダイレクトにして、明太子の塩気でもう十分にあの味は入ってますね。で、ほんのちょっとだけマヨネーズつけて、これはたまんないな。めちゃめちゃ簡単なんだけど、めちゃめちゃ美味しい。でもってこっちはね、ソース味に仕上げたね、キャベツと豚肉の方ね。じゃあこっち行ってみますか。いや、ボリューム満点だな。じゃあいただきます。いただきます。これまためちゃめちゃ美味しい。これはね、キャベツがもうまだシャキシャキしてて、豚肉の味とね、もうソースたっぷり、マヨたっぷりでね、これはもう卵だけのなんつーの、あのお好み焼きみたいな感じだから、もうねめちゃめちゃ美味しい。これあれだね、この味だったら、あの今日ちょっとあれだったけど、ちょっと入れなかったけど、絶対紅生姜合うね。紅生姜入れた方がいいね。紅生姜入れるか、もしくは脇に添えて、でもうこれはもうたっぷりのソースのドヒャーとこうつけて、マヨソースつけてね、でこの豪快にかぶりつくの。キャベツシャキシャキして美味しい。で、もうね、とっても、まあさっき、あの、動画でやりましたけど、まあめちゃめちゃ簡単なんですよね。もうとにかく、その、ボンとフライパンに入れたら、もうそこをちょっと潰して、で、その半熟の状態の時に、あの、上に具材を何かしらが乗っけて、半月にして折ると。じゃあそれでちょっとこう焼くだけなんで、まあ手間は慣れちゃえばもうめちゃめちゃ簡単です。で、中に入れる具材も今日はこのね、明太、チーズ、ネギ、これはもうもう黄金パターンだね。これはもう絶対的に美味しいやつね。で、こっちもキャベツ、豚肉ね、ソース味、もうね、これはもう間違いなく鉄板だけど、まあアイデア次第でね、いろんなのできると思う。もう本当にこの真ん中にこうなんか入れるときに、まあ、例えば大葉千切りにして たくさん入れて、そこにあのチャコとかね、例えばね、あとその肉の代わりにこのベーコンとかこの魚肉層を入れたらもっとそのもっとパンパンのボリューミーなやつができたりしてね。で、とにかくそのあの簡単なんだけどうまい。で、この卵焼きとも目玉焼きとも違うんですよね。なんで、その、なんていうか、この、やっぱりね、卵って、この、最終的にこの焼いた、この焦げ目が、やっぱりその、美味しさになると思うんですよ。だから、その、目玉焼きの場合は、その、なんかやっぱ、その、黄身を半熟にとろっとしてって、やっぱこだわりが出てくるかもしれないけど、その、卵焼きと目玉焼きの差って、やっぱその、僕はその、なんか、混ざってない、その、目玉焼きの美味しさっていうのは、そのすごくその白身の部分とその黄身の濃い部分とね、それが感じられるのがいいと思う。で、それでその焦げ目がつくことによって、こうなんていうか味わいが
深くなるよね。うん、だからそのどっちかっていうと目玉焼きの方が好きなんだよね、僕意外と。だからこの目玉焼きの中にいろんなものを入れちゃえって発想だから、いや作り方も至って簡単なんで、いろんなあのバリエーションできますし、お弁当のおかずとかね、なんつうのお酒のつまみにもう何もなくてもとりあえず卵となんかねえかなって探して、バーンとこう3つぐらいの卵いってちゃっちゃってで中に入れ込んで半月に折ると、それだけでめちゃめちゃおしゃれで簡単で、いいつまみ&おかずになりますんで、まあ皆さんもね、この今日のやり方を踏まえて、いろんなアレンジを考えて楽しんでみてはいかがでしょうかってことで、今日の、簡単料理はね、もう卵を使った超簡単料理、卵の、まあ、いろんな、半月焼きの紹介でした。めちゃめちゃ簡単だぜ、大成功。今日もご視聴ありがとうございました。